人にもかかわらず、お笑いコンビスピードワゴンの井戸田潤さんやピン芸人のひろしさんに並ぶフォロワー数およそ9万人。一体どんなことをつぶやいているかというと、若い時に考えない人、年取ればなお考えない。女は夫に自分の気持ちを分かってくれなどと思わない方がいい。男はそれが苦手なのだ。思わず感心させられる内容で読む人たちの心に問いかけるようなツイート。つぶやいているのは誰なのか、自宅を訪ねてみると、おはようございます、溝井でございます。この方、溝井喜久子さん、83歳。部屋に案内してもらうと、まず目に飛び込んできたのがテーブルにずらっと並べられたタブレット。買い物でもネットショップですし、動画とか映画とか見るのがこういう大きい画面がいいのね。見るのに持ち運びするのにバッグに入れて持ち運びするのに便利なので、小さいの買おうとこうなるわけ。他にも音楽を聴くように1台、ツイッター用に2台使用するなど、気がつけばなんと合計13台に。フォロワーの間ではコンピューターおばあちゃんと呼ばれているんです。そんな溝井さんがツイッターを始めたのはおよそ8年前。昔だったらば、自分の意見を発信するには本出すとか、素人にはそんなチャンスってないわけです。ところがツイッターだったらそれがタダでできちゃうわけね。溝井さんがこれまでつぶやいた数は合計22万回以上。1日で平均60回もツイートしています。一体どんなことをつぶやいているのか、とある1日のつぶやきを見てみると、早朝5時、前日に届いたフォロワーへの返信コメントでスタート。7分間で早くも3回のつぶやき。12時過ぎには自分で作った昼食をアップ。このごぼうの天ぷらを見たフォロワーからは、母もよく作ってくれましたとコメントが寄せられました。その後13時につぶやいたこの日一番いいねがついたツイートがこちら。おしゃべりが心の健康にかなり役立ちます。おしゃべりをすることで元気が生まれます。このつぶやきにフォロワーからは、おっしゃる通りです、心に響きましたなど270以上のいいねがつきました。その後もメイクの写真や介護で悩むフォロワーへのメッセージなど、夜7時半までに合計63回もつぶやきました。文章を通じて人とやり取りしてるわけですね。人とお付き合いしてるわけね。ただ一人でじーっと老後を暮らしてるのに比べたら全然張り合い違いますからね。元気のことですね、今は。安村さん、いかがですか？若々しいですよね。もうタブレット端末も